後ろからも来る、ね、あのバイク1台であんなうるせえ音させるっていうのすげえ。くたま病院しかない。これというわけで今日はね
トイレ行ってなかったんですよ。どっか駐車場止めたらそこでトイレしようって。トイレあったじゃん、何箇所か。あー、一回じゃああそこ行くか。あの、事故ったところ。事故ったところ、冬スピンしてな、でっかく通り過ぎるってこと。うん、トイレ行くか。通り過ぎた場所のじゃなくて手前。手前だけでやん。うるせえ。ダム抜け出せるの。あ、そう、あそこ。うん、あそこ行く。あそこのトイレ行こうって話を私の中でもしてた。売店もやってるだろうから行ってみるか。うん。まあ、このぐらいの時間に着けば、なんとか危なくない時間には降りれんだろう、さすがに。はい。一つだけだし。あれチョロ Q。チョロ Q が走ってる。ちょっと。チョロ Q 走ってる。あれを見たから、うるさいバイクもちょっと許そうって気持ちになった。うん。あいつのバイク一番うるせえな。トンネルあったっけな。もうなく、でも。いや、ないや。ないよ。ない。しばらく。もうない。もうダム見えたから。うん。ちょろちょろ走ってたね。快適ですよーってやつ。怖ー。こうやってると目、こうやって気持ちいいってなる。なんか目から来てるな。なんか、眼球を、うん、上下動かしたり、左右にゆっくりこう動かす、うん、あとは目をこうぐるって一周させる、うん、っていうのも目のストレッチになるからいいらしい。とりあえず感覚的にこう止めちゃう。